バンアッペ私立美術館は、オランダのアイントホーフェンにある、近代美術及び、現代美術の美術館である。1936年に設立され、創設者のアンリバンアッペにちなんで名付けられた。アンリバンアッペは、アイントホーフェンでタバコ製造会社を経営し、1930年代に、ベルギー、特に多くの芸術家の集まったシントマルテンスラーテム、 などを訪れては、作品を買い付けて、コレクションを増やし、1936年に、バンアペ市立美術館を設立した。2003年には建築家、アベルカーエンが設計した新館が増設された。コレクションには、1000点の彫刻、700点の絵画、1000点の紙の作品がある。コレクションには、パブロ・ピカソ、ジョルジュ・ブラック、ワシリー、カンディンスキー、マルクシャがある。 エルリシツキー、フェルナンデジェ、ピート・モンドリアン、ヨーゼフ・ボイス、マルセル・ブロータス、アンゼル・ム・キーファー、ヤニス・クニリス、レベッカ・ホーン、ジグマ・ポルケなどの作品がある。公式サイト、バンアッペ市立美術館。ありがとうございます。